アクション。さあ皆さん、大輝渡辺帰ってくる。帰ってきたー。はい、どうぞ。あ、これまだもらう。これ必要なんですか。体を休めて、いろいろ考えたり。だから下打ちしてる。本当に暇だったっす。本当にみんなに会いたいなーと思うことがずーっとあって、本当に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 。もう限界じゃん。嘘でしょ。もう終わり。繋げられないの。いや、繋げられますよ。いけるでしょ、もう、はい、休んだんだから。でもさっき、フラワーおかしかったよ。そうですね、俺も抽選会見てたけど、ジュク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 って最後なんて、最後なんて、ジュンジュク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 回らないよりグッと、グッとこらえてたけど、おかしかったんですか。いや、普通はあ、できないじゃん。できないです。ドルルがドドドドドできない。ジュクジュクジュク。俺もな、これからそうやろうと思う。マジですか。うん、ちょっとやるか。あ、さ抽選いや、お前が引くってことだよ。引きます。ドルル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 よし、いいっす。先輩なのに。先輩、先輩、行きましょう。行きましょう。行くよ。ボコ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 ボチン。え、それいいの。いい、チンはいいじゃないですか。金の音。いいの。ボコボコ。ボコ、そっちかーい。ちょっと元気な姿見れてよかった。いやー、本当にありがとうございます。うん。うん。ありがとうございました。おい、早っ。なんかそういう喋りもないやっぱ筋肉痛とかになったの。ああ、でも節々痛かったっすね。あの関節とかが痛くて。うん、俺もダンスできるんだ。いやいや、ダンスうまっ、うまっ、やばっ。思ってない、絶対。いや、みんな言ってるよ。本当にこれマジな話しますね。マオとフラはマジダンスうまいんだよ、うん、これは本当に。だからそれマジで見てほしい。いや、本当それは思います、本当に。突っ込めよ。入ってないんですかってはなりますけど。いやいや、入ってるでしょ。だって今日アシベ言ってたよ。何ですか。本当にナウの話、アシベが大輝はまだ負けない。大輝はやっぱダンス歴10年クラス持ってるから普通に踊れるからね。あいつ、いや、めっちゃの話。ベシベシ。お前誰の話してんの。大輝って言ってた。大輝って言った。ああ、あるよ。アシベさんとチーム組んでた時はやっぱアシベさんうまかったっす、ね、意外にね、アシベと大輝とあと結構前に出てくれた龍馬ってやつチームだからね。そうなんですよ。そう、確かに。ちょっとちょっと、これ良くない。ちょっとこれ良くない。めっちゃ気持ちいいっす。これいつも俺使ってる、今ツアー中だから。やっぱケアも大事だ、ね、ケアが大事。この間もキャリーバッグガラ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 スーツケース全部合ってます。あ、全部合ってる。あれ持ってさ、出かけたじゃない、地方の旅に、はい、で、まあ、ツアーで仕事だよ、送ってくれたじゃん。あ、送りましたね。うん、羽田まで、はい、フラワーと送ってくれたんだけどね。そうですね。あの後二人でどんな会話してる。なんで今話違ったよ。あ、そっか。気になるよ。二人で何話すの。いやいやいや、ね、まあ、それはだいぶ、ね、何話すのよ。で、そのキャリーバッグを持って、はい、山口県からの帰り、キャリーを預けるじゃん。あの、俺のキャリーの大きさあったら、あの、手荷物で持って帰れないんだよね、機内には。長いんだよ、待ち時間が。あれ、ぐるーって帰ってくるやつ。わかる？はい、わかる。だから、待ってる間にみんなさえ帰っちゃうし、うーんってなるんだけど、預けた方が入っちゃった後、すごい楽じゃん。そうですね。そうそうそう。うんうん、分かってないよね。特に弟ないよね。いや、あります、あります。っていうか、一緒に行ったじゃないですか、アメリカとか。あ、そうだ、アフリカ行ってるわ。アフリカ？アフリカじゃない。その時に、帰り、キャリー預けたんだよ。ほんでさ、あれウィーンってなんか X 線みたいなやつ通るよね。通りますね。ね、そしたらすぐ「すいません！」って超大きな声で呼ばれて、俺マジっすか。えって、はい、え、俺なんか入れてたかな、あ、まさかライター2個かなと思って、え、なんだろうと思ったら、ちょっとこれ生き物いますよね。生き物って、いや、いるわけないでしょ。まあそうですね、普通に考えてキャリーの中にちょっと出してもらっていいですか。
生き物いますよって言われて、出してもらっていいですかって言われて、何言ってんのこいつと思って、で俺もちょっとなんか急いでたからムカついてて、はい、いるわけねえから、じゃあ子猫っすよって言われて子猫子猫いませんって言われて、いやいるわけねえよって言ったら、キャリーの中でブルーッこれ動いてたんだから。いやそうだと思う、マジで気づかなくて俺てか多分預けた後に多分横にしたかなんかで誤作動で動いちゃって、めっちゃパイプでめっちゃ俺恥ずかしかったんだけど、なんか勘違いされても嫌じゃない？確かに。これが多分 X 線で子猫に見えますよこれ。本当ですね、それはこうなってたわ多分。それ子猫だってこれ。もう本当ガチのトーンで言ってた。ガチのトーンで、え、子猫連れてますよ。生き物、いやまず最初バーって来て、生き物入れないでください、持って枯れませんよ。いやいや、持って枯れませんよ。いやいやいや、生き物入れるわけなくない？そうですね。その開けた瞬間のその向こうのあれはどうだったんですか、反応は。反応はちょっと笑ってた。半笑いみたいな。で俺はちょっと恥ずかしかった。だってこれ一見これなんぞやじゃんだって。確かに。あ、すいません、これマッサージ機なんです。あ、マッサージ機だったんですねみたいな。変な会話っていう、変な時間を過ごしたよ。うーん、なるほど。子猫の話は終わったから、はい、次大輝の子猫ちゃんの話してよ。ちょっとどういう流れですか。いやでも俺本当に聞きたいことあって、直さんに。あの